吉田さん、億万長者合宿も結構長くなりましたね。でもね、人生の中で億万長者合宿のやり取りがあるのは私はね、すごくね、誇りですね、これは。で、人生というキーワードが出ましたんで、私ね、人生の設計図を書いてみました、久しぶりに。すごくシンプルです。これ見てください。見えますかね？0歳、20歳、60歳、80歳。まあ、80歳でお亡くなりになるだろうというふうに仮定した時の人生のマップです。0歳から20歳までのところで区切りがあるのは何ででしょうか？そして60歳から80歳までのところに区切りがあるのは何でしょうか？これはですね、まあ要するに生まれて死ぬまでの人生全てが人生じゃないと私は捉えてるんですよ。0歳から20歳ぐらいまでって、はっきり言って生きていろいろね、経験したりとか、なんか学校行ったりとかやりますけども、悩みを抱えたりとか、人生そのものにはあんまり関わってこないと思うんですよ。関わってくるとしたら、嫌な思い出を20歳以降も引きずって、いや学校でね、こんなことがあったから、いじめられたからみたいなネガティブなイメージしか残らないと思うんで、0からね、20歳っていうのはちょっと削除して考えればどうかなと思うんですよ。そうすると人生は20歳から始まるっていうふうに、捉えることができますね。で、逆に人生の後ろの方、60歳からお亡くなりになる80歳までって、果たしてね、今と同じような健康状態かなって考えたら、そうではないと思います。頼れる人も減って、多分60歳だと両親もいなくなってって形で、だいぶ寂しくなるんではないかなと思います。そして体力もなくて疲れやすくって、もしかしたら病院通いかもしれません。そうなると自分が何かに打ち込む時間というのは限られてますんで、60歳から80歳まではね、ちょっと人生からちょっと外して考えていくという形で設計図を書きました。で、裏面に出ます。そうするとこういうふうになりますよね。20歳から30歳まで、30歳から40歳まで、40歳から50歳まで、そして60で終わりということでございます。で、しっかりと元気で働いたりとか、あれこれ体を使って体験できるのとか、徹夜をして打ち込めるのっていうのは、このぐらいの短い時間なんですよ。人生って短いですよね。で、私の場合では40歳。ここでですね、ネットビジネスに出会って以降、人生は大きく変わりました。まだ50歳来てないんですけどね。まあ、これを見て何を意味するかっていうと、50歳前後でね、ネットビジネス始めようかって人はもう10年しかないんですよ。だから本気でもう脱落なんていうのはね、もう選択肢ないわけですよ。本当血が出るまで、頭から血が出るまでパソコン打った方がいいですよ。指先が切れるまでやった方がいいですよ。そのぐらいやらないともう間に合わないんですね。50歳から始めて5年かかるとするじゃないですか。そしたら蓄財するのに、要するに財産を貯めるのにあと5年しかないわけですよ。無理ですよ。60歳から80歳までの生活資金、余剰資金を2000万なり3000万なり作りながらね、それまでの負債も全部払って、そしてね、もしかしたら家族との別れにちょっとお金もかかるかもしれません。だからね、これ見てゾッとしてもらいたいんですよね。30歳からやっても本当に一部の人しか滑り込みセーフにならないんですよ。40歳から始めて今みたいな暮らしを手に入れてる私は、どちらかというと奇跡なんで、あんまり見本にはなんないです。こうなると思っちゃダメですよ。こうはならないんです。私が奇跡的にこうなってるから、本当にね、すごいなと、限られたその席をね、取ってるなと思うぐらいなんですよ。何がね、幸いしたのか分かりませんけど、地方でやったからなのか、参入が他と比べて早かったからなのか、塾アフィリエイトから、なんかね、コミュニティの速化塾ってものの運営っていう、そのタイミングが良かったのか分かりませんけどね。ただ、この動画を見てる方で、お金を稼ぎたいなとか、人生を真面目に考えたいなっていう、そんなね、思いがあるようでしたら、残された時間は少ないということを、もう返す返すね、理解した方がいいと思うんですよね。で、あと、テーマの2つ目なんですけども、もう世の中すべては変化するってことです。これも今までも何回も言ってましたけども、変化っていうのはこういうふうに捉えるんですよ。今、これ、ロードマップが出ましたんで、これをね、重ねてお話しますけども、年齢に応じた変化があります。年齢に応じた変化をしなければなりません。いつまでも10代の頃の気持ちじゃダメですし、20代の頃の気持ちじゃできません。その時から自分の肉体も変化して、頭脳も変わって、人間関係も変わってるんですよ。まあ、ですんでね、年齢に応じた人格とか、それから覚悟を持たなければなりません。先ほどの図を見せましたよね。覚悟、私は40歳で覚悟しました。もうこの道で何も成し得ないんだったら、自分の人生、命はないと思うぐらいぶち込みました。だから自分の命をかけてやるわけですから、お客様に命を捧げるのは当たり前ですよね。そう思いませんか？このぐらいの意識でやってもうまくいくかどうかわからないんですよ。ね。だから、ちょっとネットビジネスやってみて、大変だな、疲れたな、明日にしようか。そういう人はね、もういなくて、もういいです。いなくてっていうか、もう本当無理なんですよ。だから本気で私はね、
叱咤激励する意味で、語りかけたいですけどもね。で、世の中は変わり続けます。で、かつてのチャンスと思っていたものは今ね、それにこだわってるとそのチャンスだったものが今ではね、ピンチに引きずり込むためのものすごくウィークポイントになっちゃうんですよ。一時期稼げたと思うものに固執してしまったら、その稼げたものは時代とともに飽和したりとか、ね、変化して稼げなくなってきたりとか、高いレベルを求めたりするわけなんですよ。まあ、ですんでね、昔と同じ状態を今でも待つみたいなことをねやってるとちょっと穴ぼこに落ちますんで、それはねちょっと気をつけた方がいいと思います。で、今回の動画のまとめなんですけども、本気で人生を生きてほしいなと思いますよ。この動画を見てるんだったら本気で、で本気で人生を生きるってことは本気でお金の稼ぎ方に向き合うってことですよ。今ね40代50代になってお金の稼ぎ方が未だに分からないってことは、ちゃんと人生生きてきたんですかっていうふうに言えるぐらい、その人生とお金っていうのはイコールなんですよ。で、お金に悩んでる人ってお金に悩んだことがない人なんですよ。逆説的な言い方ですけども、お金に悩んで悩んで悩んで答えを出してしまえばお金の悩みってもうすでにないんですよ。で、未だにお金に悩んでるってことは、今までその悩みをね、悩むだけで解決してこなかった人生がそこにあるわけなんですよ。で、今回の動画でお話したことをもう一回最初から見てほしいと思います。人生ってのは0歳から80歳まであるもんではなくて、使えない時間ってのが結構あるんですよ。ね、頑張って徹夜をして無理をして働ける時ってどのくらいですか？どのくらいですか？こう勉強して分からないことを突破していくのってのは。40代でパソコンするのもスマートフォンするのもインターネットするのも、それは過酷な道ですよ。でもやらなければもう道開けないわけじゃないですか。どうするんですかね。月給15万20万のところに就職することをね、一生懸命ハローワークで探すんですかと。就職活動してる時間すらもう もったいないです。そんな時間はね、身なりを整えて面接の練習したりとか、なんかの筆記テストをやるわけでしょ。時間の無駄ですよ。そんなことやるよりも今日から稼がないとね。特に40代を過ぎた方、50代を過ぎた方、50代を過ぎた方ね、よく考えてくださいよ。あと10年しかビジネスに使える時間はないんですよ。しかもその10年未満の時間を家族とか友人とバランスを取りながらなんて無理なんですよ。家族と友人と人間関係を断ってビジネスだけの、そんな10年間を過ごすつもりでやらないともう間に合わないですからね。それこそね、10年でやるところを1年で完成させるぐらいのことをするときには人間関係なんていらなくなるわけですよ。で、動画を見てる暇もありません。まあ、ですんでね、本当ひたすらやるだけです。じゃあ何をやるんだと。とりあえず YouTube をアップロードすればいいんですよ。何でもかんでも。どうもね、 YouTube のアップロードのなんか数が出てないってことは結局やってないんだろうなと思いますから、私はね、真剣にお金のことや人生のことを考えればそれはね、回答は出ると思うんですよ。ぜひね、この頭を使って、体を使うことにはもう限界があります。40代50代もうすぐにね、この関節が痛くなったりとかね、なんかこう疲労骨折したりとか、本当に疲れやすいんですよ。回復しないんですよ。だから体を使うことはまだまだ若い者には負けへんでみたいなことを考えてるのが年寄りの証拠なんですよ。若い者には負けるんですね。そうやって若い頃は10歳上の人を見下してきたんですよ、ね、見下してきたはずですよ。自分の方が若いから体力がある、若いから勢いがあると思ってたでしょ。で、年を取るだけで経験も何もないと。で、もう全然ね、見本にする人がいなかったとはずなんですよ。だからそういう時期に、遭遇した自分の人生がある時にね、今はね、もう安く見られてるんですよ、自分の人生は。若者にしょうがないですよ。若者の方がたくさんの未来の時間がありますから。私たちは未来の時間は若者に比べたらあまりないです。でも過去の時間をしっかり使うことができます。でも残念ながらね、時間ってのは無限ではなくて非常に短いです。本当に短いです。で、それをね、よく意識して残りの人生逆転するものは優しい気持ちでもなくてね、温かい人の心でもなくって、お金が一番最初に来ないといけないんですよ。お金がないってこと、お金が稼げないってことは誰かの役に立てない、要するに優しくないってことだと、そのぐらい捉えていかないと、もうね、今までの人生とは違いますから、これからお金第一でいきましょう。とにかくお金を節約しろってわけではないです。節約するぐらいだったら、そのエネルギー使うぐらいだったら、倍10倍稼げる力を、そこに意識を向けていけばいいんじゃないかなと思いますよね。今回の億万長者合宿はこんな形でございます。